豚麺3箱届いたんだけど。いいなぁ、豚麺。大人買いした。豚麺入れてくるわ、ちょっと待ってて。私も今サラダ食べてるんだ。豚麺は？ねえ。さっき届いてて。ちょっと、神戸さん、私の分も入れといて。これでいいか？戻りますないよ。無視されてます。よいしょ。タイミング悪いな。豚麺2個作ってきたよ。1個じゃ足んないからね。お前さ。豚麺1個じゃ微妙に満足できなくない？でも。そうだね。なんでそんな神の前みたいなことしてんの？なんか。またなんか言ったの？噛み合ってんな。噛み合ってんな、これ。めっちゃおもろいわ。まあおもろいな。ありがとう。うん。俺この間電話かけた後に、なんか2時間くらい経ってから、レイド君とユフィどっちもなんか同じタイミングで寝てたわってきて。うわ。あ、一緒に寝てたってこと。一緒に寝てたね。やっぱ付き合ってたんだ。でもユフィには水瀬がいるのに。ユフィはでもまさのりチャンネルもいるよ。うわそうだわ、やってるわ。チャンネルのがユフィの体のこといっぱい知ってるよ。一緒にジム行ってるから。うえ、チャンネルとさユフィだったらさ、ユフィ後ろじゃん。うん、水瀬かけるユフィもさ、ユフィ後ろじゃん。うん。でもレイド君とユフィ、うわちょっと悩ましいよね。まあでも俺ユフィ後ろかな。やっぱ基本的レイド君もちょっと受けなあれはあるけど、なんか七五とかたまになんか出てくるじゃん、おすっけみたいなのが。まあでもね、かといってね、レイド君受けもね、ありなんだよな。どっちもあり。これはリバです。でも最近、私少女漫画読んでて最近で、そのなんか少女漫画の見てたそのアプリが終わっちゃうみたいな。で、この違うアプリに移行しますよみたいな。でその別のアプリで新しく見始めたんよ。そしたらなんかおすすめになんか BL 本流れてきて、久しぶりにちょっと見るかと思って見たら沼だった。私最近ね15冊くらい買ったわ。でもめっちゃ良かったんよ。でもね、じゃあ聞いてほしい。でもじゃあでもね、違う、聞いてほしい。でもボーイズラブって少女漫画として読めるの。どういうことだよ。矛盾してるけど。違うんだよな。違う、ストーリー内容がいいの、ね、少女漫画より深い。少女漫画より乙女なの。ああ、なるほどね。そうそう、聞いてんの。聞いてるよ。聞いてますよ。おすすめ送ってあげようか。いや、まあ、あのね、いや、待って、余談に貼るから見て、これ余談に貼るなよ。ちょ、余談に貼るから見て。これ左下ダメだろ。左下ダメでしょ。聞いて、でも聞いて、この左下のやつが一番おもろかったの。最低だよお前。最低だ。違うのに。左はいいね。いや違う、でも聞いて。でもじゃ左下が一番タイトルやばいなって思うじゃん。でも一番良かった内容が。パパ、ママ。わ、やべ。娘の前でそういう話はやめてください。悪影響です。話はそうですよね。うん、娘が来たんでやめます。パパ、何日遅かった？うん、遅くないよ。
本当？うん、大丈夫だよ。こんにちは。うん、こんにちはできて偉いね。え、なずちゃんってさ、なずちゃんって男の子好き？え、結構リアルに。男の子同士好き？あ、好きじゃない。好きじゃないね。結構リアルになんか男の人のアイドルとかはあんま好きじゃない。じゃあなずぴー、うん、お父さん好き？言えない。おお。なんかちょっと気まずいな。ママよりかは好きじゃないかな。あ、やっぱママが一番好きなんだ。違う。ママが好きなよりかは好きじゃない。あ、なるほどね。うん、そういうことね。わかる意味。どういうこと？わかったよ。そう。厄介だったわ。そういうこと？ママの方が多分パパのこと好きかな。でも私ナズピのことも好きだよ。そういうことじゃない。ナズピは違う。なーのは多分私の方が好きだよ。うん、それはそう。ちょっと難しいね。ギル君はニコ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 しながら聞いてるし。お前さ。いや、ない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 。何も。すぐニコニコするやん。ないじゃん。逆にさ、俺とさ、ギル君はさ、分かると思うけどさ、ユリはなんかさ、全然いけるでしょ、だってギル君だって。それはユリはいいぞ。あーでも、なずちゃんが結構ノリノリだったな。でも私だってユリもいけるもん。だって私、ひなのでチューできるよ。まあ別にそれはできるよ。なずちゃん結構あれだよね、抱きついてるイメージあるわ。いや違う、抱きついてくるな、ひなのちなみに。違うって。いや、あのね、ひなのから絶対に抱きついてくる、会った時。違う。私よりひなのから抱きついてきた会社の方が絶対多い。違う。なんかひなのって会うと寂しくなって抱きついてくるの、めっちゃ。違う。いや、お前違うとか言うなって。違うって。なんか普段ちょっと配信でツンツンしてるけど、あ、なんか、うん、実際に会ったらそう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 、会ったらひなのめっちゃデレデレしてくんの。ギル君もマリア様みたいなあれになってる。キモいな。違うんだ。じゃあなんでいつもギューしてくるの？それはえ、しかもね、ナズピね、電話しないんだね。だいたいひなのみたいなタイプってあれだよね、実は甘えたがりみたいな。え、しかも、え、聞いてパパ、ひなのね、絶対ね、そのね、いろんなベストバンバーがいる中で、なんか私がね、いるオフ会で会ってる時、いっちゃんとも私に抱きついてる。そんなことない。いや、マジで。やっぱナズちゃん、もういつもナズちゃんが一番好きってこと？そう、いつもナズピに抱きついてくる。いや、そんなことない。別にヤクモとかしてるし。いやいや、でも私がいる時は私に抱きついてる。ヤクモにも抱きついてるって今自分で言ったよね。じゃあ抱きついてるっていうか、あの、それはだって距離が近いから。距離が近かったら抱きつくんですか？いや、抱きつくっていうか、違う。なんか近くに寄られたら、なんか抱きついちゃうの？抱きついてるじゃなくて。しかも、苦しいよ、もうベッドで足を絡めてきます。あ、それは1回しかしてないじゃん。だって1回しか一緒のベッド寝てないからね。1回しか同じベッドで寝てないことは1分の1ってこと？ 100% じゃん。 100% ですね、だから足絡めてる確率。違う、でもそれはさ、だって同じベッドだったんだからしょうがないじゃん。同じベッドで抱きついて足を絡めるの。なんで足を絡めるの？かもね、なんかさ、ホテルのさ、着るパジャマあるやん、なんか符号が着てそうなやつ。バスローブ。バスローブか。そう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 。それをね、ちょっとね、着替えてるとき見えるんですよ、やっぱその
下着を見せてくれるんですよ、なつみ。見せてくれてない。で、だからバスロープが前開いた状態で下にね、下着つけてるんですけど、そこでなつみのところにあの覆いかぶさってくるんですよ、ひなのが。お前さ、それはいい。なつみ、それは変更報道です。それは言い過ぎ。普通にそれは私着替えてる時にナズピが見てきてただけじゃん。別に覆いかぶさったりしてないでしょ。え、来たよ。あのベッド来た時にめっちゃ見えとったもん。だってでも別にそれ見えるのは別にいいじゃん、女の子なんだから。いや違うよ、良かったんだよ。だからそれが良かったんだよ。おじさんみたいな。いや別に嫌だったんじゃんよ、良かったんだよ。それが良かった、良かったんだよとかじゃなくて、いや本当に良かったよ。ありがとうね、ありがとう、ありがとうね。ありがとう。娘じゃなくて息子だった、もしかして。俺の方がまずいだろ。でもさ、違うよ。じゃあもういい、もうなずちゃんとはもう同じ部屋に泊まらない。やだ、いやだ。あ、てか同じベッドで寝たの2回じゃん。待って、よく考えたら。じゃあでも、じゃあ1回は同じベッドで寝たっていうか、なずちゃんが寝かしつけに来てくれただけじゃん。あ、そうだね。うん、1回はガチで一緒に寝たやつだ。うん、1回はガチで寝たやつね。デカめのベッドで。デカめのベッドで、ね、ちょっとエッチなホテルで。ちょっとエッチなホテルでデカめのベッドで一緒に寝た。うん、足を絡ませてくる。らしいよ。おい、お前娘に何てことを。違う、その頃は娘じゃなかったもんだ。その頃は、その頃もう否定はしないんだね。ど、何、ゆりもいけるって言ってる2人がそういうことをしてるのが一番ちょっと。でガチで寝たらしいよ。じゃガチで寝たのは別に普通におねんねしただけでしょ。まあ、でも仲がいいことはいいことですからね。そうだよ、うん、女の子同士って結構あれだよね、やっぱスキンシップ多いよね、仲いいよね。うん、俺とギル君があって仮に一緒のホテル泊まって寝たとしても絶対ソファーとベッドで寝たりすると思う。え、一緒のベッドないの。俺ソファーで寝るわって言って。え、多分俺がソファーで寝る。なんで嫌なの、同じベッド寝んの。同じベッドで寝ろよ。え、大きくても。寝ろよ、ベッドが。寝ろよ。うん、ベッド大きくても俺ソファーで寝るわって言って。寝ろよ。じゃあパパさ、うん、じゃあもう本当に1個のベッドしかなくって、うん、もうそこで寝ないとね、パパ死ぬの。うん、で、なずちゃんとひなあのとギルさん、じゃあ誰と寝るのが一番いい。まあギルくんかな。そうだろ、そう言わなきゃ燃える。ここで君たちの名前出したら確実に俺燃えるよね。そりゃそうだろ。じゃあもう一人レイドくんっていうタクも増やす。レイドくんか。いやでもギルくんとレイドくんだったら多分ギルくんのが気兼ねないけど、でもなんかワンチャンギルくんなんかちょっと危ない匂いするからレイドくん。何危ない匂いって。変更報道です。ひなの展開来る。ひなのの夢見る展開。さあ